スカけけると思ったけど早すぎないえ違うの私生誕祭は髪を結びたくてお誕生日っていうか生誕祭だから終わったらと可愛くないかもちょっとちょっと可愛いけど可愛くないかもこの今虫ちゃんえなんかずっとここにずっといるんだけどイ虫 えこれねあのねシールタイプですよシール編んでないんですよシールほら見てシールなのこれシールタイプなんですけどなので生誕祭みたいなのは生誕祭はちゃんと結びたくてちょっと違和感がありますけどちょっと違和感あるよねちょっとほら 感がある。まあ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 、まあ、そうなの。あ、かわいい。バラにチョコ塗ってる。え、5キロ落ちちゃったの？え？ウルフ感。あ、確かに。ちょっとそんな感じあるかも。そうなの。なん、そうなんです。こんばんは。元気ですか皆さん。2月に入りました。 もうあと10。十三。あと十三日で。二十四歳に。なってしまいます。あ、かやなを二月にした。あ、ありがとう。ゆかちゃんの N. G. T. 復帰をずっと待ってる、復帰はね、ないんですけど。ないんだけどね、今の N. G. T. を応援して。 あークッキーちゃんがいっぱい買うあなんかかわいいのがいっぱい降ってきたあ仙台からありがとう会社帰りに取りのあ見たよフ <laughs> <ワ>ン <laughs> 運がつくってことだよいいことだよきっといいことがあるよ湯川の生誕ーーネイル担当の人にオーダーした楽しみえー、嬉しいありがとうえー、見せてね楽しみあんた元気かえ、うん 元気だよ元気です元気なさそうに見えるおぎゅこもおつぼねの年齢だな NGT になったらおつぼねのねああ首ビ首。NGT になったらおつぼねの年齢かこんばんはこんばんはあスクラッチの似顔絵が届いたあ本当 よかったよかったってかどう似てたでしょ <laughs> 似てたでしょ今日夜中なんか眠くなんなそうだったらインスタの質問ボックスやろう多分お風呂入ったら目覚めちゃうんだよななんか お風呂入ったらね目覚めちゃあねちょっと可愛くないかもこれ本当になんでこれにしたんだろうねショールームさんってこのギフトこれバレンタインのギフトなんでしょなんでこれになっちゃったしたんだろうあスクラッチのステッカーは先日先に届いた若干や <laughs>。 ゆちゃんの配信が突然すぎてあね遅くなっちゃってごめんなさいそう遅くなってしまいましたかわいいあオンラインお話し会にいい楽、えー、こんにちは節分だねすしく、うん食べてない 忘れてた元気なゆかちゃん見えてるお元気ですよ元気ステッカー何種類あったんだろうお何種類だっけ何種類だったっけ今日もねあのね一瞬私が今日打ち合わせが終わった後のタイミングで本当にちょっとだったんですけどあやかにちゃんと会ってきましたあやかにちゃんがね あやにちゃんがゆ「オギが髪の毛切ったからあやかもちょっと切ったのにオギエクステつけちゃったじゃん」みたいな <laughs> そう「ゆかがね髪切ったからあやかもねちょっと髪短くしたらしい可愛くないオギが切ったからあやかも髪切ったんだよ」って「あやこにちゃんこほんと、まあ、こ,んこんぐらい切ったんだけどそしたらなのにオギまた髪伸ばしてる <laughs>」 本当可愛い本当可愛いほんとかわいい綾華綾華カニちゃん変わってなくて安心するそう今日カニちゃんと2人でマックにいましたマック行った <laughs> お腹空いてなくてカフェで 会おうってなったんだけどカフェがなくてあんまりだからマック行ったマジで可愛いんだよねあやかにちゃんがねあの自分のこと「私って言うんだけどゆかあやかにちゃんに自分のこと「私って言ってほしくなくてなんかあやかにちゃんは自分のこと「あやか」って言ってる姿が好きなのか「私が」とか言ってるのもいいけど私はカニが「あやかね」っていうのが好きで。 だかかかかからなんあああやややもみたいな自分のこと「あやか」って呼んでるカニが私めっちゃ好きでも私ね自分のことね下の名前でね呼ぶ子結構好きけどね私はもう「私」っていうように「ゆか」ってあんま言わないようにしてるんだけどえみんな「ゆか」ってさ自分のことなんて言ってるイメージある私自分のことさなんて言ってるイメージつい?「ゆか」それとも「私」 ゆかは私は私っていうのを多くするように心がけてるんだけどえっユカって言ってマジでなんでユカって言ってイメージが強い私え絶対私だよ私だよね私えっユカって言ってイメージしかないぬかは違うだろう <laughs> 妹とか一人っ子に多い ていうなな自分のことなえー、昔ゆかだったけど最近は私だよねあっそうまだ、あ、実家にいる時はゆかって言っちゃうんだよねなんか家族といる時はゆかねって言っちゃうんだけどさそれ以外は例えば友達といる時とかはゆかって言わないようにする私って言うようにするんゆかって言わないようにしてる多分イメージはゆかあ まあ、みんなの前ではゆかって言っちゃうんかもね仲いい子の前ではゆかって言っちゃうのかも長女で名前呼び見たことないわいあゆか一応長女だけどねゆかも一応ね今日,今日って何曜日金曜日なんだ長女で名前呼びそうなの何でもいいよでも私はねもう私 私を心がけてるから私にしたい私がいい今後私がいい私に私にしますこれか私っていう新しい一人称 YY でもね家でね Y って言っちゃうパパが自分のこと Y って言うのだからねえゆかちゃん次男じゃ <laughs> なんで なんでそうめっちゃ眠い髪の毛長いのちょっとあれだな見慣れないけどまあ見慣れてください見慣れないって言ってもさもう 髪切ったの十二月、うん、十二月か、十二月くらいに髪切ったからさ。あの短い期間、まだ一ヶ月。一ヶ月ちょっと。だけど。なんかお見慣れないんだよね。うん。 かから見ら見れないのかでもね生誕祭が終わったら髪の毛を元に戻してしまいますやっぱよく伸ばしたいかも髪なのでもう切らないかもしれないですもうこれから伸ばしますなんかやっぱヘアアレンジできないのがちょっとあれだねちょっと嫌だあ虹がかかった 目が眠くなってあそうちょっと眠いかもりかたんと会ったんだ今日は今日は綾香とりかにちょっと会ったなんか嬉しい生誕祭はロングイエス ポニーテールしたいけどさいうか今の髪の毛でポニーテールできなくてさなんか結んでも落ちてきちゃうから髪が私の子友達もうなんかさなんていうのメンバーの子本当に好きなのなんか友達っていうかまあ友達なんだけどもう友達とはまた何か別8割です <laughs> 割割さん、8割さんそう、でなんかね友達っていうかうん友達ではないな友達なんだけどやっぱなんか違うんだよねなんかうーんうーんまあ友達にも相談しにくいことはあんまないか友達って相談しにくいことないかないわうーん何て言えばいいんだろう相談しにくいことを話せるっていうのは違うわ。 友達にも何でも話せるけどなんかそうじゃなくてまた別の視点うんむずいなまあそういうこと何でも話せるなんだでも私は私的にね友達は何でも話せる存在だと思うけどなんか友達以上に何でも話せるのがメンバーだと思ってるんだけどあんまりさやっぱ皆さんまあ普通に生活していたらさ同じグループとかメンバーってさあんまりさないじゃないですか。 ね、でもさなんか私はなんかグループ活動さしてたからさメンバーっていう存在があるんだけどもさやっぱこう友達そのメンバーじゃなくて普通にお友達になった子とメンバーっていうのは順序的にはやっぱりメンバーの子の方がなんか何でも話せるっていうのなんかあの気を使わずに 気を使わずにったんだけど、いい意味で気を使わずにもう何、うん、でもなんかもう家族は家族なんだけど家族みたいって言ったらもあるけどもう本当にもう何でももう何にも気を使わずだから例えばさうんメンバーの子でさとある子がね夜中に「何してる?」っつって「あ今」 寝よようととしてるところだよって言ったら「本当に話聞いてほしい」みたいなあの卒業してる子ねなんだけどいろいろ、ね、お仕事のこととか、まあ、大変なことがあるみたいでっていう風に連絡してきてくれたりとかなんか嬉しいじゃんそうやって相談してくれるの。で、まあ、夜寝る前だったけどちょっと会ったりとかあとまあ電話したりとかなんかそういうのってすごい嬉しいし私多分。 なんかそういう悩み事とかどうしても誰かに聞いてほしい悩み事とかあったら誰に相談するんだろうって思ったら友達もあるけどメンバーの子だなって思ったの。てか私普段うん普段会う子はメンバーの子しか会わないから <laughs> あんまりねだからまああれなんですけどうんだからねなんか。 そうすごいいいなと思います連絡と毎日取ってるのもメンバーの子だしうん今日もねガタピーと「や香マリナ、リカ、あゆみなみのえ」ミナミノエとか一日で「今日私 LINE してる人本当それが今日 LINE した人私や香あゆみなのえ」アユミナノエ パパ、ママリカマリナかな今日連絡取った子本当にもうメンバーの子もともとメンバーだった子とかしかなんだろうなんだろう連絡取らないだからすごいなんかなんかいいいいなって思ういい存在だなって 結婚してってっ絶対そうだよね誰が投げたかすぐわかる <laughs> マリナ呼び好きあマリナって呼んでないよ言うかマリナって呼ばないわ本人の前で言ったことない今ちょっと略しちゃったそうみんな韓国行ってんのよあの子今日から <laughs> そう南韓国にいるのよ今お だけどもうメンバーの子だったらね気にせず電話もかけれちゃうの、まあ、特にみんななんだけどミナは朝起きた時とかも昨日かな昨日も朝起きた時朝起きてすぐミナに電話した「おはよう」って言ってでみんなも「おはー」って言ってそっから2時間くらいかな電話してた。で夜寝る前も みなんか電話来て「もし」っつって「もし」って言って「おやす」っつって「おやす」って言って何 <laughs>、ね、これちょっとかわいくないよねこれ。<laughs> どういう気持ちで声投げてんの <laughs> ありがとう。 もうなんか同期っていいなーってすごく思っています今うんチームの友達最高 <laughs> なんかなんかねすごいなんかいいわいいなーって思いますメンバーってイマムシってかわいいねかわいいよ 可愛いんだよイモムシはけどちょっとなんかねバレンタインのギフトでちょっと芋虫のチョコってちょっとそこそこいったかーってならないえ酔ってますか酔ってないですよ <laughs> お酒飲んでません、うん よく見るとこの子顔可愛いねすごいほっぺピンクだし俺は会社の同期は嫌いうーん会社の同期うーんうーん会社うーん会社の同期ってさどういう感じなの私ね分かんないんだけどみんなライバルなのなんかみんな一緒に何かを頑張るとかではなくて個人戦なのああいうそういうお仕事って。 個人戦とかのお仕事だったらさちょっとねそうなっちゃうかもだけど一緒に頑張る感じのお仕事だったらね自然と仲間意識出て <laughs> あれだと思うけどみんな仲良しだよおー一般企業だとアイドルみたいにはいかないあそうなんだそれは一般企業とアイドルっていう職業の違いもあるそうなのね鉄のの歌詞ずぎゅっとギュッと手をつなぎながら。 やっぱり無理かもしれない同期で旅行とか行くし飲み会とかむっちゃやるでガッツリライバルだけどえーでもいいじゃんいいじゃん仲いいふりして競争相手あー仲いいふりするっていうのはグループはないけどまあみんな確かにライバルっちゃライバルでね同期でも同じ職場じゃないからそんなライバル感あそうなの 小給額で勝負あそうかお給料とかがそうかねそうかそうか同期が辞めると悲しいまあね一緒にね面接して一緒に入った仲間だからね元カノ元カノ元カノ同じ部署に同期はいないから仲良かった最近会ってないけど同期だけのライングループあ仲良しなんだねじゃあ ねえー、私はわかんないんだよねそのなんて言うんだろう会社のなんか会社の同期の感覚が分かんなくてさそうだからね分かんないんだけどうん今の上の服抹茶クッキー抹茶クッキーっぽい確かに <laughs> 確かにあーそっかでもなんか ななんかいいなーって思い思ました友達,友達っていいなーってすごく今感じてます友達っていうか仲ん,んかメンバーの子いいなーってすごい感じますなんかさ電話くれるのって嬉しくないそんなことない私なんか急に電話かかってくるの結構嬉しいんですよね嬉しいだから夜中とかも全然 私寝てる時間帯でも全然電話かけてほしいもんなんか酔っ払って電話とかは嫌ですけど <laughs> 酔っ払って電話してくる感じとかは嫌だけどさ友達でもでもさなんかなんてことない会話したい時とかさ何かそれこそなんか話聞いてほしい時とか私すごい嬉しい派だから全然出ちゃうんだよね電話最近してないグループも職場を目指すものがあれば一緒にできそうね おは初めまして私急な電話嫌いだから全部えー、えー、なんでなんで電話嫌いなの電話かける、ね、だったの分 <laughs> かんないうしいえなんで電話嫌いなの楽しいじゃん家で退屈だし寝てる時間は絶対えやだだから寝てる時間に電話来て「もしもし?」って言って。 なんか酔っ払いっていうかだったら本当にうわーってなるけど「なんかもしもし?」って言って「ごめん寝てた?」みたいな「なんかさ今さーこういう気持ちでさー」みたいなとか「暇なんだよねー」みたいなそういう電話を全然私あの寝てる時間でも嬉しいですけど推しっていいなわかるしっ,ていいなっていう感覚がさ私はその押しが。 あの、いないからさあれだけどさそうだよなでも途中で切れちゃって何時間も電話しちゃう俺が電話するとトラブルだろうっていう <laughs> 酔って電話してくる子かわいいえかわいくない <laughs> かわいくないそれはちょっと嫌だ最近は電話の前に LINE で電話していいってでもね私ねあの寝る時ねお休みモードにする時もあるからね気づかない時もある いいこと聞いた。あパパは別です。パパは別です。あの小木の木は別です。<laughs> 友達言ったよね。友達に限るっていう。まあ寝てる時は確かにね。まあやだか。昔は家の電話でドキドキしながら電話。家電か。家電か。いいね家電。こんばんは。なんか勘弁。 常にお休みモードにしてる酔って電話してくる女の子実はあんまり酔ってないですよっだってみんな酔っ払って電話かけてくる女の子実はあんまり酔ってない説が出てますけどどうですか皆さんそうなんだ 仕事は電話嫌だなメールや LINE と違って電話は急なトラブルに決まってあーあくび女の子から電話かかってこないわい遊ばれてたんごんでなんで,なんで常に着信音消されてる 決してはないよゆかちゃんいつも酔ってそうだってなんなことないでしょ本当にベロベロになって電話でもう、まあ、寝ちゃいそうだよね毛虫毛虫ねこんばんはそもそも女子から電話なんてかがってこない女の子の試合いません <laughs> うんうんむっちゃ眠たい今、うん、あくびはい。 なんでこんな眠たいの今ゆかちゃんからあくびがうつったあみんな酔ってるふりしてかけてるのでかかってくるなら、ね、狙われてますようよーだって酔っ払っちゃったっていうのとか飲んでたって言って電話かけてくる人は大体酔っ払ってるふりらしいですよ なのでその場合は脈割りですそれが狙われているそうですおめでとう <laughs> うちにかかってくる電話はこの,この部分は勧誘かアンケートばっかり <laughs>。 めっちゃ眠たいわ。あ、久しぶりにお話、えー、ありがとう。楽しみ、ありがとう。お話ししましょう、いろいろ。 私は南南東のさらにちょっと南それってほぼ南やんと突っ込む <laughs> 南南東のさらに南って南やん確かにそれ <laughs> ほぼ南やんそれお風呂に入んないとねお話から落選してええー、ちょっと待ってみんなやばいかも今日ちょっと限界スリープ <laughs>。 限界スリーピー <laughs> 限界眠気明日ちょっと早く起きるんででもお風呂入ってこようちょっともう12時だしちょっと今日はゆかお風呂入るねもう,うでもちょっと久しぶりに久しぶりではないかショールームできてよかったです皆さんと。 お話ができてよかったですですもお風呂入ったらどうせ寝れなくなっちゃうんだよねまあその時はその時で <laughs> ちょっとランキングがあります13位すかしさん12位なべさん11位エレクトロ給食ニストさん10位野口さん野口9位片山さん8位翔太さん7位ゆずちさん6位てるてるもさん5位しんじさん 4位、おぎしん3位、横浜のおじんさん2りょうすけ1位、さあかいさんですあめちゃめちゃイモムシなにイモムシいっぱいうわーあ皆さん今日もありがとうございましたまた今月もいっぱい皆さんとショールームお話できたらと思いますのでまた見に来てください 2月も仲良くしてください。ありがとう寝れなかったらまた。<laughs> バイバーイおやすみなさい。またねー。バイバーイ